茨城県広報校長課発行声の広報ひばり2014年8月号をお届けいたします読み手は乙部ゆかりです目次今月号の主な内容はコミュニティ茨城おもてなしの心で最高のサービスを茨城クローズアップ 魅力と活力にあふれ元気で住みよい地域を目指して特集みんなで出かけよう茨城の海水浴場これ自慢できますえユネスコ無形文化遺産有機つむぎ。目次、終わり茨城の夏茨城県知事 橋本まる。夏の風物詩である花火大会やお祭りが県内各地で開催されます。小賀市で行われる第9回小賀花火大会では、三尺玉や新型花火などが約2万発打ち上げられ、夜空を美しく彩ります。水戸市では、第54回水戸校門祭りが行われ、 水戸公門パレードや市民カーニバルなどで市内全体がお祭りの熱気に包まれますまた中市の中ひまわりフェスティバルでは一面に咲き誇る約25万本のひまわりに魅了されることでしょうぜひ各地へお出かけいただき茨城の夏をお楽しみください表紙写真小賀花火大会小賀市水戸公門祭り水戸市 中ひまわりフェスティバル中市写真説明上下に3分割した3枚の写真です上から1枚目赤や薄い緑色青色などの花火が画面いっぱいに重なっています2枚目ハッピー姿の男女に担がれたおみこしとにぎやかな祭りの様子3枚目 たくさんの黄色のひまわりが手前から奥まで画面いっぱいに広がっています。写真終わり。コミュニティ茨城女性特派員リポート。お客様の満足度を高めます。おもてなしの心で最高のサービスを。 東日本大震災や福島第一原子力発電所事故による風評被害で、本県の観光産業に大きな影響が出ています。平成31年に茨城国体、平成32年に東京オリンピック・パラリンピックを控え、県では、おもてなしを向上させることで、観光地の満足度向上やリピーターの確保を図ろうと、おもてなしレベルアップ事業を実施しています。 今回はその取り組みを紹介します。問い合わせ、県観光物産課、電話029-301-3617、ホームページ、観光茨城で検索。おもてなしレベルアップ事業とは、県では平成25年度に、 おもてなしを向上させようという意欲の高い29の宿泊施設に対して、石川県の有名温泉旅館である株式会社香谷に委託し、実態・覆面調査を実施しました。香谷が作成した実態調査報告書をもとに、接客状況などサービスを分析し改善に努めることにより、本県全体のおもてなしを高めることを目的としています。 今回はこの実態調査に参加後、県の実施するフォローアップ研修。実態調査結果の詳細や今後取り組むべき課題を説明し、改善に向けた指導を行う現地研修。に参加した5施設のうち2施設を取材しました。地域に根ざしたスタイリッシュなホテル。ホテルベストランド、つくば市。茨城女性特派員、松田佳代子。 清潔感がある、きれい、もてなす気持ちが素晴らしい。これらは、ある旅行会社の口コミ調査に多く寄せられたコメントの一部です。つくばエクスプレス、研究学園駅からのアクセスも良く、観光客をはじめ、ビジネスマン、学会関係者など、利用者層も幅広いつくば市のホテルベストランド。 インターネットの人気ホテル旅館ランキング調査で常に県内上位であるこのホテル人気の秘密は足元にありましたどの部署の従業員も出勤時に必ず玄関の清掃をすることになっていてそこで気持ちをオフからオンに切り替えますと話してくれたのは支配人の飯村健一さんホテルの清掃なんて当たり前と思われがちですがこの 当たり前の徹底の先にサービス向上の鍵があったのです今回の実態調査とフォローアップ研修に参加して従業員全員のさらなるモチベーションアップにつなげることができたといいますこのホテルの最終目標は隣のマンションの住人にリピーターになってもらえるくらい良いホテルにすることだそうです常にお客様の立場に立った視点を忘れず 経験やスキルに差はあっても従業員一人一人が全力のおもてなし精神でお迎えし、お客様に最高の非日常、つまり何もしない贅沢を提供することが究極のサービスだと考えています。と熱心に語ってくれました。客室に入るとまるで百科地典のような分厚いファイルが迎えてくれます。 従業員がみんなでアイデアを出し合って手作りした周辺の観光情報がぎっしりと詰まったこのファイルパンや名所歴史名産品などここではとても紹介しきれません茨城県に暮らしその良さを十分に知り尽くした地元の人から歓迎されるホテルがここにありました問い合わせホテルベストランド つくば市研究学園5-8-4電話029-863-1515自然豊かな山の上のホテル里山ホテルときわじ立大太田市茨城女性特派員八木沼沙織 のどかな横道に入り、木々の生い茂った坂を登ると、森の中に一軒のホテルがあります。様々な鳥の声が聞こえるその場所は、まさに里山そのもの。豊かな自然と満天の星空を楽しむことができるこのホテルは、日立大田市にある里山ホテル時和寺です。里山ホテル時和寺では、ホテルの経営主体が変わったことをきっかけに、 サービスのスキルアップを図ろうとこの事業に参加しました現在はその経験を活かして従業員が一丸となっておもてなしの向上に努めていますこの事業への参加について宿泊チームマネージャーのさえぐさはつみさんにお話を伺いました基本を学ぶために良い機会だと思いましたと当時を振り返ってくれました ホテル業未経験の従業員が多かったというこのホテル、事業の存在を知って積極的に参加したそうです。指摘された箇所は改善するよう取り組んでいます。建物や設備などすぐには変えられない部分もありますが、従業員でできることはどんどん変えていきたい、と前向きに語ってくれました。従業員一人一人と話し合ったり、研修などを日々行っているといいます。 接客が良かったという評価も増えてきたそうです茨城県を好きになってもらう上でも重要になってくるおもてなし言葉で言うと簡単ですがお客様によって求めているおもてなしはそれぞれ違いますどんなおもてなしを望んでいるのかを感じ取る感性を磨いて見極めそれを提供することが真のおもてなしだと思いますと話してくれました 今後も人材教育に努め茨城県の魅力を発信していきたいとのことでした素朴で優しい従業員と温かい接客自然の中で心も体もリラックスできる里山の魅力あふれるホテルでした問い合わせ里山ホテル時キワ日立大田田増市町1800 電話0294-72-4141取材を終えて今回2つの宿泊施設を取材してみて地域ぐるみさらには県ぐるみで一丸となっておもてなしの意識を高めていくことがこれからの茨城県の観光産業を下支えしていくのではないかと感じましたさらなるおもてなし向上を目指して 平成25年度の実態・覆面調査の結果、本県の宿泊施設全体の傾向として、料理の説明不足や売店での品揃えの不足などが指摘されました。参加施設では、これらの調査結果を生かして、さらなるおもてなしの向上に取り組んでいるところです。また、実態調査では、タクシー乗務員や観光施設の窓口など、 地元の人からご当地情報を聞くことが他県に比べて少なかったという指摘もありました本県を訪れる観光客に対して自分が好きな観光地や飲食店をおすすめすることもおもてなしの一つです皆さんも茨城県の魅力をどんどんアピールしていきましょう平成25年度に事業に参加した29の宿泊施設を紹介するパンフレット「おもてなしの宿」 茨城マルシェほか県内外で配布中各宿自慢のおもてなしをお楽しみください「茨城クローズアップ」「魅力と活力にあふれ元気で住みよい地域を目指して」「県では県政の重点的な施策の一つとして新たに県北地域活性化方策」 平成26年から平成30年を策定し、県北地域の振興に取り組んでいきます。県北地域とは、日立市、日立大田市、高萩市、北茨城市、日立大宮市、大御町。問い合わせ、県、県北振興課、電話029-301-2715。ホームページ、茨城里山で検索。 県北地域振興に向けた施策の基本方向。定住人口の確保。企業誘致や産業の振興などにより働く場を確保し、地元への若者の就業機会の拡大と定住の促進を図ります。交流人口の拡大。食や自然環境などの地域資源を活用した県北地域への誘客対策。 地域の魅力、認知度向上などの施策を推進し、元気で魅力ある地域の創造と、地域経済の活性化を図ります。生活環境基盤の充実、医療機関・救急医療体制の強化、子育て世代や高齢者が暮らしやすい環境整備などの施策を推進し、地域住民が安全・安心・快適に暮らせる生活環境の形成を図ります。 復興・戦略プロジェクト。1、震災振興プロジェクト。道路や漁港などの復旧・整備や観光・農林水産業における風評被害の払拭に取り組みます。2、地域の特性を生かした産業振興プロジェクト。企業誘致やものづくり産業の活性化。 中小企業の成長分野などへの進出支援、農林水産業の振興に取り組みます。3. 若者定住・移住促進プロジェクト。地域づくりを担う人材育成や企業環境の整備に取り組みます。4. 体験型観光・交流促進プロジェクト。 地域資源を活用した体験型観光や広域周遊観光の推進に取り組みます。5. 少子高齢化や人口減少に対応した町づくりプロジェクト。医療提供体制の整備や結婚、出産、子育て支援、高齢者の健康、生きがいづくりに取り組みます。 新たな産業を創出・育成します。県北地域ビジネス創出支援事業。県北地域で新たなビジネスを実現したい、その思いを形にするサポートをします。県では大学との連携によるビジネス支援のマッチングや、地域での新たなビジネス実践者などによる講座の開催のほか、ビジネスプランの審査会、 専門家によるアドバイスや相談対応などを行っていきます。大学との連携や講座の詳細について、問い合わせ、申し込み、事務局受託、株式会社常用産業研究所内、電話029-233-6734、日立秋そばを首都圏で PR します。 県北特産品振興事業県北地域を代表する特産品ひたち秋そばは原そばの最高峰と言われる品質を誇り全国のそば職人やそば通から高い評価を得ていますひたち秋そばを都内のビジネスマンなどに PR することにより食を通じた県北地域のイメージアップを図っていきます写真 紙面には4枚の写真と1枚のポスターがあります。添えられたキャプションのみ読みます。1枚目、花抜き渓谷、高萩市。2枚目、蕎麦の花、日立大田市。3枚目、六角堂北茨城市。4枚目、袋田の滝、大醐町。ポスター。 見つけた、まるでプライベートビーチ。県北地域の海岸は、海食街と砂浜が混在して景観に優れています。この夏、北茨城、高萩、日立の海へお出かけください。問い合わせ、広域財団法人グリーンふるさと振興機構。電話0294-72-2266。写真終わり。 県北アウトドアの魅力を発信します。県北アウトドア魅力発信事業。豊かな自然に恵まれた県北地域では、バンジージャンプ、サーフィン、釣り、登山、カヌー、沢下りなどを楽しむことができます。このような地域ならではの魅力を多くの方に伝えるため、アウトドアスポーツの紹介や体験談などを投稿できるホームページ、http:// iparki-outdoor.jp を解説します県北地域のアウトドアの魅力を一緒に発信していきませんか体験型教育・研修旅行を行います県北地域では農家民宿やしらそりを体験など様々な体験プログラムを用意しています 日常の生活では味わえない素晴らしい体験をしてみませんか。このほか、県北ジオパークを活用したツアーを8月から実施します。ジオパークとは、海底火山の後にできた袋田の滝など、地球科学的に重要かつ美しい景観を含んでいる新たな観光資源です。お知らせ広場 様し物霞ヶ浦環境科学センター夏祭り2014未来へつなげる霞ヶ浦霞ヶ浦水質浄化協調月間である8月にメインイベントとして夏祭り2014を開催します。環境科学自然を通して親子で楽しみながら霞ヶ浦について考えてみませんか 子供と一緒に学べる体験教室、研究室の一般公開、物産品の販売など、子供から大人まで楽しめるイベントが盛りたくさん。日時、8月23日土曜、10時から15時30分。会場、県霞ヶ浦環境科学センター。土浦市沖宿町1853。無料シャトルバス乗降地。 臨時駐車場、土浦振興と会場間、土浦駅東口と会場間、センター駐車場は利用できません。無料シャトルバスをご利用ください。問い合わせ、県霞ヶ浦環境科学センター、電話029-828-0961、ホームページ、 カスミガウラ環境科学センターで検索。親子で楽しむオーケストラ。親子を対象に本格的なオーケストラの演奏を気軽に楽しめるコンサートを開催します。入場は無料ですが、整理券が必要です。整理券はなくなり次第終了となります。4歳以上入場か。神栖市。 会場、神栖市文化センター。8月30日土曜、14時開園。整理券は7月1日火曜から会場で配布。9時から17時。鳥出市。会場、鳥出市立市民会館。8月31日日曜、14時開園。整理券は7月8日火曜から、 鳥出市役所文化芸術課取出市役所藤代庁舎取出市福祉会館で配布8時30分から17時問い合わせ県生活文化課電話029-301-2824募集茨城国体マスコットの愛称募集 平成31年に本県で45年ぶりに開催される国民体育大会のマスコットキャラクターデザインが決定しました。このマスコットキャラクターにふさわしく、親しみやすい愛称を募集します。募集期間、7月9日水曜から9月9日火曜。応募方法、はがき、ファックス、ホームページ。1、愛称、2、 愛称の説明、丸三郵便番号、丸四住所、丸五氏名、丸六年齢、丸七性別、丸八電話番号、丸九職業、学生は学校名学年を明記。賞金、最優秀賞1点、5万円。優秀賞3点、1万円。 中学生以下の入賞者には図書カード。問い合わせ、県国体推進課。郵便番号310-8555、水戸市笠原町978-6、電話029-301-5402、ファクス5 3 9 9マスコットの紹介。未来の星からやってきて、夢と勇気を与え。 輝くみんなに幸運を届けます詳しくはホームページ「茨城国体」で検索「下水道促進週間コンクール作品募集」9月10日は下水道の日です。県では毎年下水道促進週間コンクールを開催しており、県内の小中学生を対象に絵画、ポスター、 作文、書道、新聞及び標語の5部門で作品を募集しています。詳しい募集内容はお住まいの市町村の下水道担当課までお問い合わせください。たくさんのご応募をお待ちしています。問い合わせ、県下水道課、電話029-301-4674県職員、医療事務職、採用選考 1> 第1次選考日、9月21日日曜。受験資格、医療事務に関する一定の職務経験を有する人、他。受付期間、8月4日月曜から9月5日金曜。郵送または持参。問い合わせ申し込み、県人事委員会事務局。電話029-301-5549。ファクス5 5 5 9 ホームページ、茨城県人事委員会で検索。県職員、福祉職、採用選考。第一次選考日、9月21日日曜。受験資格、昭和45年4月2日以降に生まれた人で、社会福祉主事の任用資格を有し、社会福祉施設などにおいて、一定期間の職務経験を有する人。 受付期間、8月4日月曜から9月5日金曜。郵送または持参。問い合わせ申し込み、県人事委員会事務局。電話029-301-5549。ファクス5 5 5 9ホームページ、茨城県人事委員会で検索。 身体障害者の方の県職員等採用選考。選考日、10月5日日曜。受験資格、昭和59年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた人。受付期間、インターネット、8月12日火曜から9月10日水曜。郵送、持参、8月12日火曜から9月12日金曜。 問い合わせ申し込み。県人事委員会事務局。電話029-301-5549。フックス5 5 5 9ホームページ。茨城県人事委員会で検索。県警察官採用試験。第1次試験日。9月21日日曜。採用予定人数。警察官 A 男性25人程度、女性5人程度。警察官 B、男性38人程度、女性8人程度。受験資格、警察官 A、昭和60年4月2日以降に生まれた人で大学を卒業した人、見込みを含む、など。警察官 B、 昭和60年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた人で、警察官 A の受験資格に該当しない人。締め切り。インターネット。8月18日月曜。17時。受診有効。郵送・持参。8月19日火曜。当日決診有効。問い合わせ。 県警察本部警務課採用係。電話、0120-314058。採用後、ハッピー。案内、平成27年春、常磐線が東京駅へ。常磐線については、平成27年春に上野駅と東京駅の間を結ぶ東北縦貫線、愛称、上野東京ライン。 が開業し、東京駅方面への直通運転が可能となります。これにより、移動時間の短縮や乗り換え負担の軽減が見込まれ、本県のイメージアップや本県への誘客も期待されます。これからの時期、常磐線沿線では花火大会やお祭りなどが盛りだくさん。ぜひ常磐線の旅をお楽しみください。問い合わせ県企画課交通対策室 電話029301-2536がん検診を受けましょうがんは定期的に検診を受けて早期に発見し早期に治療をすれば治る確率も高くしかも体に負担の少ない治療で済むようになってきましたまたがんは自覚症状がないまま進行する場合が多く早期に発見するには定期的に検診を受けることが大切です 職場や市町村におけるがん検診を受けて健康管理に努めましょう。問い合わせ、県保健予防課、電話029-301-3224、夏の交通事故防止、県民運動、スローガン、危ないよ、よそみ、いねむり、携帯電話、 夏特有の開放感、暑さや交絡の疲れなどにより、交通事故の多発が心配されます。車の運転では、飲酒運転やスピードの脱出には絶対にやめましょう。睡眠時間を十分にとり、長距離ドライブではこまめに休憩をとりましょう。歩行者は道路を横断するときは必ず安全を確認し、無理な横断はやめましょう。 早朝や夕暮れ時から夜間にかけて外出する場合は、明るく目立つ色の服装と反射材用品を着用しましょう。問い合わせ、県生活文化課安全なまちづくり推進室、電話029-301-2842。浄化層をお使いの皆さんへ。浄化層には年1回の、 法定検査が義務付けられています法定検査は日頃の保守点検や清掃が適正に行われきれいな水が放流されているかを確認するもので県の指定を受けた公益遮断法人茨城県水質保全協会が実施します保守点検や清掃を行っていても法定検査は受けなければなりません大切な水環境を守るため 法検査の申し込みは、公益社団法人、茨城県水質保全協会、電話029-291-4004まで。受験されていない方には、県から指導文書が送付されます。問い合わせ、県環境対策課、電話029-301-2966、 茨城労働相談センターのご案内労働条件や採用、解雇、賃金不払い、職場のいじめなど労働問題のお悩みについて無料で相談に応じています相談日時月曜から金曜9時から20時受付は19時30分まで土曜日曜10時から16時受付は15時30分まで 祝日、年末年始は除く。問い合わせ、茨城労働相談センター、水戸市。電話029-233-1560。問い合わせ、県労働政策課。電話029-301-3640。知っていますか青少年の深夜外出制限。 青少年の深夜外出は、茨城県青少年の健全育成等に関する条例に基づき、制限されています。また、カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、映画館の営業者は、深夜に青少年を入場させてはいけません。深夜に青少年を外出させないようにしましょう。青少年とは、18歳未満。深夜とは、 23時時から翌日4時問い合わせ、県女性青少年課、電話029-301-2183。個人事業税の納税はお早めに。8月14日木曜に、県内で個人事業を営んでいる方に納税通知書を発送します。納期限までにお近くの金融機関、コンビニエンスストアなどで納めてください。 納期限、9月1日月曜。便利な講座振り替えをご希望の方は、最寄りの県税事務所、または金融機関へお問い合わせください。問い合わせ、県税務課、電話029-301-2429。県不妊専門相談センターのご案内。不妊症、不育症に関する疑問や、 不妊にに関する様々な悩みについて、不妊治療を実施している産婦人科医師、泌尿器科医師、カウンセラー、助産師が無料で相談をお受けしています。治療を受けようか悩んでいる方も、現在治療を受けられている方も、一人で悩まずに、まずはご相談ください。相談日、木曜、夜間、日曜、日中、相談場所、 県三の丸庁舎、水戸市。土浦市、四中地区公民館。相談予約、茨城県産婦人科医会。月曜から金曜、9時から15時。電話029-241-1130。完全予約、個別面接です。問い合わせ、県子ども家庭課 電話029-301-32578月は北方領土返還運動全国協調月間考えようみんなで解決北方領土お出かけガイド県近代美術館企画展美術の冒険 国立国際美術館コレクション展8月9日土曜から9月28日日曜国立国際美術館の所蔵作品の中からセザンヌ、ピカソラの作品をはじめ草間弥生、奈良義朝ら現代の代表的な作家までの作品83点により現代美術の多様な表現と魅力を紹介します 水戸市千場町東久保666-1電話029-243-5111ファクス9992入館料一般980円高校生大学生720円小中学生360円県天津記念伊ずら美術館企画展 水のシンフォニー8月2日土曜から9月28日日曜横山大館の少々八景クロード・モネのポール・ド・モアの洞窟などの名作から現代の多様な表現まで水にまつわる作品を紹介します北茨城市大津町椿2083電話029346-5311 5711、入館料、一般510円、高校生、大学生、310円、小中学生、210円、県陶芸美術館、コレクション展、新収蔵品展、9月28日日曜まで、25年度に新たに当館のコレクションに加わった人間国宝、 前田昭弘の白字面取り壺をはじめとする作品19点を紹介します。笠間市笠間2345笠間芸術の森公園内電話029670-0011ファクス0012入館料一般310円高校生大学生260円小中学生 150円県立歴史館テーマ展茨城スポーツ物語8月31日日曜まで東京オリンピックから50年茨城国体から40年を記念して本県のスポーツの歩みを紹介します水戸市緑町2-15 1 15 電話 029-225-4425FAX228-4277 入館料一般150円大学生80円高校生以下無料県自然博物館開館20周年記念企画展新茨城不時人と自然の物語 11月24日月曜まで人々の暮らしとの関わりを中心に魅力ある本県の自然を紹介します。現代の不動機で茨城の魅力を再発見してください。万東市大崎700電話0 2 9 7 3 8 2 0 0 0ファクス1 9 9 9入館料一般740円高校生大学生 450円。小中学生140円。県つくば美術館。菓子ギャラリーによる展覧会を開催。個展やグループ展。つくば市あずま2-8。電話029-856-3711。f クス3 3 5 8入館料無料。 県立図書館名作を楽しむ会8月3日日曜13時から14時10分内容宮沢賢治図書館で見て触れて調べて生き物博士8月10日日曜13時から14時15分テーマカブトムシこのほか 放送大学ライブラリー講演会などを実施します。水戸市3の丸1の5の38。電話029-221-5569。ファクス2 2 8 3 5 8 3開館時間火曜から金曜9時から20時。土日祝日9時から17時。8月の休館日。 4日11日18日25日29日美術館歴史館博物館の利用案内県立図書館は除く各館の開館時間9時30分から17時入館は16時30分までいずら美術館は9時開館月曜休館 祝日の場合はその翌日。満70歳以上の方。健康保険証、運転免許証などを持参してください。障害者手帳などをお持ちの方と、未就学時は入館無料。各施設については、ホームページ、ひばりお出かけガイドで検索。私の提案。クエスチョン。 2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催は首都圏で3番目に開港した空港である茨城空港にとっても国際就航路線を拡充するチャンスだと思います発展途上国を中心に粘り強く就航交渉を続けてください中市男性20代アンサー茨城空港は開港して5年目を迎え 現在、国内線が6路線、神戸便、札幌便、米子便、那覇便、福岡便、名古屋便、国際線が1路線、上海便の合計7路線が就航し、着実に路線の拡充が図られてきております。ご提案のとおり、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、 海外から多くの方が首都圏に訪れることが見込まれますことから、アジアを中心とした世界に向けて、茨城空港を PR する絶好の機会であると考えております。これを契機として、茨城空港が首都圏の空の玄関の一翼を担えるよう、積極的に航空会社などへ働きかけを行うなど、就航路線の一層の拡充に取り組んでまいります。問い合わせ。 県空港対策課。電話029-301-2764。茨城イベントカレンダー。2014年8月から9月。8月。8月1日金曜から3日日曜。第54回水戸黄門祭り。水戸市市内各地。水戸観光協会。 電話029224-04418月2日土曜、佐島の夏祭り大会、坂東市、靴掛け商店街、靴掛け小学校、坂東市商工会、電話029735-33178月2日土曜、3日日曜、土浦きらら祭り2014土浦市、 土浦駅前通り歩行者天国土浦市観光協会電話029-824-28108月2日土曜3日日曜マイ・アミ祭り・マ2014阿見町総合保健福祉会館さわやかセンター周辺阿見町商工観光課電話029-888-1111 8月3日日曜、トウモロコシ祭り、高萩市大農生活改善センター前ほか、高萩市農林課、電話029323-7035、8月12日火曜から15日金曜、竜神橋灯籠祭り、日立大田市竜神大吊橋、日立大田市観光物産協会、 電話0294-72-81948月16日土曜、桜川市農業大会桜川市、桜川市商工会西川広場桜川市商工観光課、電話029658-51118月24日日曜、大洗八作祭り 大洗町、大洗町商店街歩行者天国。大洗の祭り実行委員会。電話029-267-5111。8月24日日曜、市民夏祭り。北茨城市、磯原駅周辺。市民夏祭り実行委員会。 電話029343-11118月30日土曜、中ひまわりフェスティバル2014中市中総合公園中ひまわりフェスティバル実行委員会電話029-298-02348月30日土曜、みたま市ふるさとふれあい祭り おみたま市希望が丘公園。おみたま市市民共同課。電話029948-1111。8月31日日曜。買ったて祭り。桜川市。御所駒形神社。桜川市商工観光課。電話029658-5111。 9月9月1日月曜から3日水曜式年大祭御船祭り鹿島市鹿島神宮周辺鹿島市観光協会電話029982-77309月13日土曜消防救急フェア 2014& 時空戦士茨井賞 日立大宮市市文化センターロゼホール日立大宮市消防本部警防課電話029553-11539月13日土曜一言主神社周期例大祭上層市一言主神社一言主神社,社務所電話029727-0659 9月20日土曜21日日曜、カミスぶっちゃげ祭り2014、カミス市カミス中央公園、カミス市観光協会、電話047926-3021、9月27日土曜28日日曜、第31回森屋市商工祭り、きらめき森屋夢サイトフェスタ、 森屋市、森屋駅西口駅前広場、土東口周辺。森屋市商工祭実行委員会。電話029748-0339。行事、夏季の花火大会の日程や内容については、変更になる場合がありますので、お出かけの際には前もってご確認ください。茨城の観光情報はここ。ホームページ。 観光茨城で検索花火大会情報8月1日金曜第54回水戸公門祭り花火大会水戸市千葉湖水戸観光協会電話029-224-04418月2日土曜日立河原湖海上花火大会 日立市河原湖校日立市観光物産協会電話029451-39728月2日土曜第48回下妻佐沼の花火大会下妻市佐沼古城下妻市商工会電話029643-34128月2日土曜 第9回古賀花火大会渡瀬のハートを射抜く三尺の玉古賀市古賀ゴルフリンクス古賀花火大会実行委員会電話0280-92-31118月3日日曜第39回川島地区花火大会筑生市絹川新川島橋下流 筑生市観光協会、電話029620-11608月9日土曜、第36回東海祭花火大会、東海村、あこぎがうら公園周辺、東海祭実行委員会、電話029-283-21418月9日土曜、 第61回、鳥出利根川大花火。鳥出市、鳥出緑地運動公園。鳥出市観光協会。電話029774-2141。8月9日土曜、湖貝川花火大会。筑西市、湖貝川成田橋下流。筑西市観光協会。電話029620-1160。 8月12日火曜、第27回中港海上花火大会、日立中市中港漁港、中港海上花火大会実行委員会、電話029-263-7811。8月14日木曜、大5町花火大会と灯籠流し、大5町久慈川押川合流店、 第5町観光協会、電話029572-0285。8月16日土曜、第20回ひたちなかまつり花火大会、ひたちなか市勝田駐屯地。ひたちなかまつり実行委員会、電話029-272-0540。8月16日土曜、 白里ふるさとまつり、白里町大桂公園運動広場、白里ふるさとまつり実行委員会、電話029-289-2076、8月23日土曜、稲敷夏まつり花火大会、稲敷市江戸崎総合運動公園、稲敷市観光協会、電話0 2 9 9 2 0 7 6 8, 8月23日土曜、第36回鹿島市花火大会。鹿島市大船津北浦古城鹿島市観光協会。電話029982-7730。8月23日土曜、第36回水郷板子花火大会。 いたこし水郷北斎公園。いたこし観光商工課。電話029963-1111。8月24日日曜。第30回キラッセ祭り花火大会。神栖市葉崎海水浴場。神栖観光協会。電話047926-3021。 8月30日土曜、第50回上層絹川花火大会、上層市橋本運動公園、上層絹川花火大会実行委員会、電話029722-2121、9月20日土曜、第42回神須花火大会、神須市郷野池緑地、神須市観光協会、 電話0479-26-3021霊体ばらき。6月1日現在総人口292万2341人前月比528人減男性145万7191人女性146万5150人世帯数 112万3903世帯。前月比840世帯増。みんなで出かけよう。茨城の海水浴場。県内18の海水浴場がすべてオープンします。個性あふれる茨城の海を楽しもう。図、図の説明。 高速道路と鉄道路線が書かれた茨城県の地図。海岸線には北から南へ海水浴場の場所を示した1から18までの数字が書かれています。図終わり。北茨城市。開設期間8月17日まで。問い合わせ北茨城市商工観光課。 電話0 2 9 3 4 3 1 1 1 1一、磯原二津島海水浴場トイレ1シャワー1駐車場公営50台無料交通車常磐自動車道北茨城インターチェンジから約10分電車 JR 常磐線磯原駅からタクシーで約5分。高萩市、開設期間8月17日まで。問い合わせ、高萩市まちづくり観光課。電話029323-7316。丸2、高萩海水浴場。トイレ1、シャワー1、 海の家1、駐車場公営200台普通車1000円交通車常磐自動車道高萩インターチェンジから約10分電車 JR 常磐線高萩駅から徒歩約10分日立市開設期間8月17日まで 問い合わせ日立市観光物産課電話0 2 9 4 2 2 3 1 1 1 ○三石浜海水浴場海水快適の海・水浴場100選トイレ1シャワー1更衣室1海の家1駐車場公営370台 普通車1000円交通車常磐自動車道日立北インターチェンジから約8分電車 JR 常磐線中央駅からタクシーで約5分丸4川尻海水浴場トイレ2シャワー1更衣室1海の家2駐車場 公営40台、普通車1000円。交通、車、常磐自動車道、日立北インターチェンジから約5分。電車、JR 常磐線中央駅からタクシーで約5分。丸5、大瀬海水浴場。トイレ1、シャワー1、更衣室1。駐車場、公営100台 普通車1000円交通車常磐自動車道日立中央インターチェンジから約15分電車 JR 常磐線日立駅から徒歩約10分丸6河原湖海水浴場海水浴場100選トイレ5シャワー6海の家2駐車場 公営460台、普通車1000円、交通、車、常磐自動車道日立南大田インターチェンジから約25分、電車、JR 常磐線日立高賀駅からタクシーで約15分、ピックアップ、日立河原湖海上花火大会、開催日8月2日土曜、場所、 日立市河原五校概要尺玉とスターマインが見どころ。○七、水木海水浴場。海水浴場百選。トイレ一、シャワー一、更衣室一、海の家一。駐車場、市営50台。普通車1000円。交通、車、 常磐自動車道日立南インターチェンジから約20分電車 JR 常磐線大三日駅からタクシーで約5分丸八九治浜海水浴場トイレ2シャワー2更衣室1海の家2駐車場公営350台普通車1000円交通 車、常磐自動車道、日立南大田インターチェンジから約20分。電車、JR 常磐線大三日駅からタクシーで約10分。日立中市、開設期間、8月24日まで。丸11のみ、8月29日まで。問い合わせ、日立中市観光振興課、電話、 029-273-0111○9 安治ヶ浦海水浴場トイレ8シャワー1海の家15駐車場公営200台普通車1000円交通車北関東自動車道日立中有料道路日立海浜公園インターチェンジから約5分 電車、日立中海浜鉄道、味ヶ浦駅から徒歩5分。ピックアップ、味ヶ浦ランタンナイト。開催日、8月30日土曜まで、毎土曜夜。場所、味ヶ浦海水浴場。概要 LED ランタンが砂浜を幻想的に灯します。音楽ライブや映画上映、フラダンス上演などを実施。 1十平磯海水浴場、トイレ1、海の家2、駐車場、公営100台、普通車800円、交通、車、北関東自動車道、東水戸道路、日立中インターチェンジから約10分、電車、日立中海浜鉄道、平磯駅から徒歩約10分、 乳母の懐マリンプールトイレ1シャワー1更衣室1駐車場公営100台普通車800円交通車北関東自動車道東緑道路ひたちなかインターチェンジから約10分電車ひたちなか海浜鉄道殿山駅から徒歩約10分 大洗町、開設期間、8月24日まで。問い合わせ、大洗町商工観光課、電話029-267-5111。丸12、大洗海水浴場、日本の渚さ1 0 0 0トイレ4、シャワー2、海の家2。駐車場、公営1100台。 普通車800円。交通、車、北関東自動車道東水戸道路、水戸大洗インターチェンジから約15分。電車、大洗鹿島線大洗駅からバスで約15分。丸13、大洗サンビーチ海水浴場。海水浴場1 0 0 0トイレ8、シャワー4。 公衣室3、海の家8、駐車場、公営7000台、普通車1000円、交通、車、北関東自動車道東水戸道路、水戸大洗インターチェンジから約15分、電車、大洗鹿島線大洗駅からバスで約10分、ピックアップ、 全日本ビーチレスリング選手権大会開催日8月10日日曜場所大洗サンビーチ海水浴場概要。毎年多くの有名選手が参加目の前で繰り広げられる熱戦は手に汗を握る迫力ホコタ市開設期間8月17日まで問い合わせホコタ市商工観光課 電話 029133-2111‐14 大竹海岸コタ海水浴場トイレ3海の家7駐車場公営1500台普通車1000円交通車東関東自動車道茨城空港北インターチェンジから約30分電車 大洗鹿島線新鉾田駅からタクシーで約10分鹿島市開設期間8月17日まで問い合わせ鹿島市商工観光課電話0 2 9 9 8 2 2 9 1 1丸1 5り立海水浴場トイレ1海の家1駐車場 公営300台、普通車800円、交通、車、東関東自動車道、板子インターチェンジから約20分、電車、JR 鹿島線、鹿島神宮駅からタクシーで約10分、丸1 6平井海水浴場、トイレ1、シャワー1、海の家2、駐車場、 公営800台、普通車800円。交通、車、東関東自動車道、板子インターチェンジから約20分。電車、JR 鹿島線、鹿島神宮駅からタクシーで約10分。上栖市、開設期間8月24日まで。問い合わせ、上栖市商工観光課。 電話0 2 9 9 9 0 1 2 1 7丸1 7日川浜海水浴場トイレ2海の家1駐車場公営400台普通車200円交通車東関東自動車道伊子インターチェンジから約35分電車 JR 成田線、下尾佐立花駅からタクシーで約15分。丸18、はさ海水浴場。海水浴場100選。トイレ1、シャワー1、海の家1。駐車場、公営600台、普通車510円。交通、車、 東関東自動車道、板子インターチェンジから約60分。電車、JR 総武本線、長子駅からバスで約10分。ピックアップ。第30回キラッセ祭り。開催日、8月24日日曜。場所、ハサキ海水浴場。概要、キラッセとはいらっしゃいという意味。連発で打ち上げられる花火は必見。 これ自慢できますえユネスコ無形文化遺産、有機つむぎ日本を代表する高級絹織物として有名な有機市の特産品、有機つむぎその起源は、美の数字の3、野原の野。美の美しいに濃炭の能。の国から本県の久慈郡旗染村、現在の日立大田市。 絵と移り住んだ人物が始めた長畑部の足にぬと呼ばれる織物だと言われています原料となる眉を広げてまわたにし手で紡いだ鉄紡ぎ糸が特徴でこれは世界でも有機紡ぎにしか見られません縦糸にも横糸にもすべてよりのかからない鉄紡ぎ糸を使って織るため軽くて柔らかく空気を含むため暖かい布が出来上がります また他の織物と違って横糸よりも太い縦糸を使うことで細かい布になり着た時の立ち居振る舞いの印象がすっきりと美しくなります昭和28年には本県の無形文化財昭和31年には国の重要無形文化財として指定を受けた有機紬平成22年にはケニアのナイロビで開かれた会議で ユネスコ無形文化遺産への登録が認定されました現代でも着物をたしなむ多くの人から「一度この着物を着たら違う着物は着られない」と喜ばれるほど他に類を見ない着心地の良さがあります「茨城ってすごい」「茨城を食べよう」「日立牛」 食の宝庫、茨城が誇る日立牛。温暖な気候、肥沃な大地、おいしい水。自然の恵みと指定生産者の愛情をたっぷり受けて、30ヶ月にわたり育てられた黒毛和牛の中で、肉質4等級以上に格付けされたものだけがこう呼ばれます。天保3年1832年。 徳川成明公が黒牛の飼育をした記録が残っているように本県の肉用牛の歴史は古く飼育技術も高く評価されています生産者の対馬の努力と長い期間培われた確かな技術に支えられ近年出荷等数トップクラスの高品質ブランド牛に成長うまみ成分が多くジューシーで柔らかい肉質のひたち牛は 癖がなくどんな料理にも合うと評判です。物産展やイベントに積極的に参加しています。ぜひご賞味ください。茨城女性特派員、坂井玲子。茨城ってどんなとこ茨城在住の海外出身の方に聞いてみました。ルドビク・デピノさん。水戸市在住。 CIR 国際交流員フランス出身のルドビクさん昨年の夏から県の国際交流員として働いています自然を愛する私にとって茨城はとても魅力的なところです仕事の帰りに千葉湖周辺を散歩したり休日は筑波山や県内各地の公園に出かけてハイキングを楽しんでいます また最近は大洗町の海岸でサーフィンを始めました。雑念を捨てて心からリラックスしたい時に豊かな自然が身近にある茨城はとても素晴らしい県だと思います。皆さんも茨城の雄大な自然の中で自分なりの楽しみ方を見つけられるといいですね。と茨城の自然を満喫しているルドビックさんでした。 8月の広報校長案内テレビ放送磯山さやかの瞬間茨城若大将の悠々散歩内で放送テレビ朝日毎週金曜日午前10時25分ごろ2分間放送茨城大使の磯山さやかさんが県内の観光スポットなどを歩きつつ 茨城の知られざる魅力を紹介します。1日、茨城の海、味が浦編。8日、茨城の海、マリンスポーツ編。15日、科学の街、つくば。22日、茨城の梨。29日、パラグライダー。放送内容は変更される場合もあります。 インターネットテレビ、いばきら TV、パソコンやスマートフォンなどで無料で視聴できます。http://www.idakira.tv <ib>、電子チラシ、電子書籍、電子チラシサイト主婦、電子書籍サイト、茨城 ebooks で、 ひばりや観光情報などを配信しています。主風、http://www.shufoo.net/. 茨城 ebooks、http://www.iparaki-buch. eboks.jp o スラッシュ。県政についての意見、要望などは、県民相談センター、県庁舎3階、電話029-301-2147、ックス2 1 6 9 e-mail e m a i l p r e f i b a r a k i j lg.jp または次の地方県民相談センターへ。日立太田合同庁舎内、電話029480-3322鉾田合同庁舎内、電話029133-6123土浦合同庁舎内、電話029-822-7010 蓄生合同庁舎内、電話029624-9074、法律相談、電話用予約は、県庁舎3階の県民相談センターで受け付けています。以上で、声の広報ひばり、2014年8月号を終わります。